フォトドラアワードに認定されたえりすぐりの場所やこと、車に乗って会いに行こう、フォトドラ。この番組は鹿児島県オールトヨタの提供でお送りします。思わず写真を撮りに車で出かけたくなる、そんな鹿児島の魅力を発信していくのがフォトドラ、鹿児島フォトドライブプロジェクト。これまで地元をよく知るトヨタのスタッフがナビゲーターとなって、バラエティに富んだ写真映えスポットを紹介してきました。その数はもうすぐ100カ所に。目的地に行く途中、寄り道もたくさんしてきました。まさに地元の魅力を再発見するマイクロツーリズム。予定になくふらっと立ち寄る楽しさは驚きと発見の連続です。認定地に引けを取らない印象的な場所がいっぱい、寄り道はやめられません。地域の食材を使った料理からおしゃれなカフェでのランチまで、食が自慢の鹿児島県にはおすすめの寄り道スポットがたくさん。笹の海が見えるおすすめのカフェなんです。しっとり最高の癒し時間ですね。川のべってお肉が美味しいんですよね。幸せ、とろけますね。味の記憶は旅の記憶。皆さんも鹿児島の食にクローズアップしてくださいね。ついつい車を止めて眺めてしまう、そんなスポットも数多く。この堤防は土木遺産になっているんですよ。島津光久公が命じた大工事だったそうですね。あ、石いますよ。時には景色を眺め、時には撮った写真を撮影。寄り道スポットだけでも濃厚な時間を楽しむことができました。桜島のゴツゴツとした感じと恐竜って合いますよ ね。サンゴの石だけなんですよ ね。サンゴの南国感漂ってる。一生に一度は出会いたい風景が鹿児島県にはたくさんあった。フォトドラスポットへの道中の様子はインスタグラムで発信しています。ぜひフォローしてくださいね。バイルを取ろう、車と行こう。この番組は鹿児島県モールトヨタの提供でお送りしました。